歴代アメリカ合衆国大統領のランキング。歴代アメリカ合衆国大統領のランキング。歴代アメリカ合衆国大統領のランキング。A. Historical Rankings of United States Presidents では、アメリカ合衆国大統領を務めた個々のものの、業績をランク付けするために行われた政治学における調査結果を示す。ランキングの方法は一般に学術的な歴史家や、 政治学者の調査あるいは世論調査基づいている。ランキングの評価項目は、大統領の業績、指導力の質、失勢、及び過失、汚職などである。ジョージ・ワシントン、エイブラハム・リン・カーン及びフランクリン・ルーズベルトの3人の大統領は、様々なランキングでも常に上位に入っている。通常、これら3人のすぐ下に来るのが、 トーマス・ジェファーソンとセオドア・ルーズベルトである。重血を選ぶと、残りに入ってくるのは、ハリー・エストルーマン、ドワイト・ディ・アイゼンハワー、アンドリュー・ジャクソン、ウッド・ロー・ウィルソン及びジョン・カイ・ケネディである。大方のランキングで最下位になるのは、ウォレン・ハーディング、フランクリン・ピアース及びジェームズ・ブキャナンである。ウィリアム・ハリソンとジェームズ・ガー・フィールドは就任後半年、以内に死去したため、ランキングから外されることがある。 大統領によって、その外交政策における成功や失敗が、国内政策における成功や失敗と反対に動くことがあるために、特別の問題を提示している。政治学者のウォルター・リーン・バーナムは、二律背反か、統合失調的性格と表現した。歴史家のアラン・ブリンクリーは、失勢偉大あるいは偉大に近いの両方の評価を受ける大統領がいる。 例えば、リチャード・ニクソンと言った。ジェームズ・マグレガー・バーンズはニクソンについて、あれほど輝かしく、また道徳的に欠けている得意な大統領をどうやって評価できるだろうと言った。1948年の調査は、ハーバード大学の歴史家、アーサー・エーム・シュレジンジャー・シニアによって行われた。1962年の調査もやはり、シュレジンジャーによって行われたが、 この時は75名の歴史家から調査し、その結果はウィリアム・ A ・デグレゴリオによってアメリカ合衆国大統領のコンプリートブックに収められている。シュレジンジャーの息子、アーサー・エーム・シュレジンジャー・ジュニアは1996年に別の調査を行ったが、下の表には入っていない。アメリカ合衆国大統領のコンプリートブックには、 シカゴトリビューンが1982年に行った49人の歴史家に対する調査も入っている。1962年のシュレジンジャーによる調査との大きな違いはドワイト・ディ・アイゼンハワーのランキングであり、1962年には22位だったのが、1982年には9位に上昇していた。シエナ大学のシエナ研究所は1982年、1990年、 1994年及び2002年に調査を行った。1994年の調査では、フランクリン・ルーズベルトとエイブラハム・リン・カーンの二人のみが80ポイントを獲得し、アンドリュー・ジョンソンとウォレン・ハーディングの二人は50ポイント以下であった。過表で1996年の列は、1989年から1996年に、ウィリアム・ジェイ。 ライディングズ・ジュニアとスチュアート・ビー・マッカイバーによって行われ、大統領の評価、アメリカ合衆国指導者のランキング、偉大及び尊敬すべきから、不正直及び無能までという書籍で出版された調査の結果である。719人以上の人、特に学術的な歴史家と政治学者が調査に参加した。ただし、政治家や著名人も何人か加わっている。 各州からの参加者が含まれ、特に女性の歴史家や、アフリカ系アメリカ人研究の専門家と共に、非アメリカ人歴史家も数人からデータを得たこと、強調されている。調査の回答者は大統領5つの評価項目、指導力の質、業績と危機管理、政治的手腕、人の任命、性格と品位で評価し、その結果は、全体のランキングをできるように整理された。 ケーブルサテライト広報ネットワークシースパンによる1999年に行われた大統領指導力の調査は学術的で騎士化を対象にしていた。この調査ではエイブラハムリン・カーン、ジョージ・ワシントン及びフランクリン・ルーズベルトの3人が抜きんでて最良の大統領であり、ウィリアム・ハリソン、アンドリュー・ジョンソン、フランクリン・ピアース及びジェームズ・ブキャナンが最下位だった。 ウォールストリート・ジャーナルによる2000年の調査は、理論的に、バランスの取れた132名の著名な歴史学、法学及び政治学の教授を対象にしていた。この調査では、政治的な進歩派と保守派から同数を含めており、その編集者は、過去の調査がどちらか一つの集団に固まっており、平行が取れていなかったと指摘した。この編集者によれば、 この調査では1996年のシュレジンジャージュニアによる調査よりも多くの女性、少数民族及び若い教授からの回答が含まれていると言っている。さらにこの編集者の注釈では、この調査の結果は1996年のシュレジンジャージュニアによる調査の結果と極めて類似したものであるが、2000年調査における大きな違いは1960年代の 大統領リンドン・ジョンソンとジョン・カイ・ケネディが低くなり、ロナルド・レーガンが高く8位にランクされたことである。フランクリン・ルーズベルトは依然上位3欠に入っている。ウォール・ストリート・ジャーナルによるもう一つの調査は、フェデラリースト協会のために、ノースウェスタン大学ロースクールのジェームズ・リンドグレンが行ったものである。2000年調査と同様に、 編集者は進歩派と保守派の意見をバランスさせるように考え、民主党寄りと共和党寄りの学者を等しい重み付けとなるように結果を調整した。フランクリン・ルーズベルトはやはり上位3欠に入っているが、編集者のジェームズ・タラントは民主党寄りの学者がジョージ・ W ・ブッシュを下位から6番目に位置づけたの対し、共和党寄りの学者上から6番目に位置づけてスプリットでョンによる 平均並みということになったとしている。2008年のヒストリーニュースネットワークによる歴史の専門家を対象にした調査では98%のものがジョージ・ W ・ブッシュの失政は失敗だったと信じており61%は歴史上最悪と信じている。下表の数字は各調査における順位を示す。ただしバラク・オバマイコは 対象から外れている。これら調査には1000人以上の人が参加した。ランキングの妥当性の問題は歴史家や政治学者にとって特別の関心であり、人格、指導力、成果と党派性の相対的な重要性を明確にしようとしてき、学者集団による数値ランキングは最近数十年間に受け入れられており、ベイリー、 1966年や多くの電気作者を典型とする伝統的な個別著者による評価方法から置き換わってきた。グロバー・クリーブランドは間を置いて2期大統領を務め、第22代と第24代大統領になったので、各調査における大統領総数は調査時点で対象となった大統領総数より少なくとも1引いたものでや、ウィリアム・ハリソンとジェームズ・ガー・フィールドは、 任期が短かったため、調査から外されることがある。1982年、マーレー・ブレッシング調査では、歴史家たちに、国内、社会及び、経済問題について、進歩派か補修派かを尋ねた。下表は2つの集団で上位と下位のランキングで、違いがあまりないことを示しいる。考え方の違いによる結果で、上位10の唯一の違いは、リンドン・ジョンソン、進歩派が、 ドワイト・ディ・アイゼンハワー、保守派の代わりに入っていることであり、会のな決では保守派が、ジミー・カーターを会7人の1人に選んでいることに、対し、進歩派は、カルビン・クーリッチを選んだことが異なっている。ケーブルサテライト広報ネットワーク、シースパンは1999年に視聴者に、大統領の順位を尋ね、1145人から回答を得た。視聴者調査の結果は、 C スパンによる1999年歴史家調査の結果と似ているいくつかの顕著な違いがある。ABC ニュースの大統領の偉大さについての調査は2000年2月16日から20日に行われ全国の1012人の成人が回答した。質問は最も偉大なアメリカの大統領は誰だと思いますか以下の大量名横の括弧内は全体に対する回答比率である。 ラスムスセンリポーツ世論調査は2007年6月13日から24日に1000人の無作為抽出された成人にアメリカの大統領を評価するよう求めた。6人の大統領は少なくとも80%の回答者から肯定の評価がされた。ジョージ・ワシントン、エイブラハム・リンカーン、トーマス・ジェファーソン、セオドア・ルーズベルト、フランクリン・ルーズベルト及びジョン・カイ・ケネディである。 20人の大統領は少なくとも50%の回答者から肯定の評価がされた。わずか2人の大統領が少なくとも50%の回答者から否定の評価がされた。リチャード・ニクソンとジョージ・ W ・ブッシュである。肯定的に見られる大統領、否定的に見られる大統領、ワシントン大学の大統領の偉大さについての調査は2005年2月11日に 行われ国中の800人の成人に尋ねた。歴史上現在までのアメリカ合衆国大統領すべてについて考え、誰をアメリカの最も偉大な大統領と言いますか以下の大統領名横の括弧内は全体に対する回答比率である。大統領の偉大さについてのギャラップ世論調査は2007年2月9日から11日に行われ、 国中の1006人の成人に聞いた。誰が最も偉大なアメリカが衆国大統領だとみなしますか以下の大統領名の括弧内は全体に対する回答比率である。これら世論調査はアイゼンハワー以降の大統領の評価である。クーイニピアク大学世論調査は2006年5月23日から30日に行われ1534人のアメリカ人。 登録有権者に最近61年間で最悪のアメリカ合衆国大統領を訪ねた。第二次世界大戦以降のこれら11人の大統領の中で誰が最悪の大統領と考えますかハリー、S ・エストルーマン、ドワイト・ディ・アイゼンハワー、ジョン・カイ・ケネディ、リンドン・ジョンソン、リチャード・ニクソン、ジェラルド・フォード、ジミー・カーター、ロナルド・レーガン、ジョージ・ H.W. ブッシュ、 ビル・クリントン及び、ジョージ・ W ・ブー・ブッシュ以下の大統領名横の括弧内は、全体に対する回答比率である。USA プレート・ギャラップの世論調査は2006年12月8日から10日に行われ、国中の1009人の成人に尋ねた。以下の大統領のそれぞれが、どの程度歴史に残ると思いますか決出した大統領とし、平均以上、平均、平均以下、あるいはお粗末。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。